フラットパーク、ありいそ、首、上り。お、肌が綺麗。メニューです。ちなみに有栖海の下りの海鮮丼は1300円とかしたと思うんだ。せっかくならやっぱり北陸新幹線の見える席に。丼の中で一番人気の海鮮丼です。なんと値段が800円。いただきます。すごいよ。あれ、さてタイミングよく見えるでしょうか。話題になっておりますマス寿司フライを買ってみたいと思います。まだ食べたことないんですよね。マス寿司フライ買ってきたけどさ、
そんな私海鮮丼の後に食べれるわけもなく、これお土産ね。だから後で食べる、うち帰ってから食べる。ちなみに相方は巨峰ソフトクリームを食べておりました。美味しそうやった。ちょっと散歩してみっちゃ。ここは一体何なんだ。小川あるよ。これって花なんだろうか。雑草じゃないんけこれ。こっちフラットパーク側ね。この有磯海のサービスエリア、パーキングエリア、どっち？結構いいよね。じゃあ帰ります。アリソウミ上りのフラットパークは137号線からシュッと入れるというか、フラッと入れるっていうか、道がね入りやすいです、とっても。ちょっと切ってみっちゃ。うん、マスが見えるね。食べてみっちゃ。あ、こぼれた。そのまま食べた方が美味しいような。まあまあ、でもその酸味が残ってて、初めどうかなって思ったけど、食べたらありかなって感じ。まあまあまあ、マスの寿司自体美味しいからね。ちなみに有磯海下りの動画もあるので見てみてください。そっちもね海鮮丼になってます。